はい、どうも皆さん、こんにちは、カズと申します。ゴースト・オブ・ツシマ、実況続きからやっていこうと思います。今回は、マサコさんの、裏切り者を探すミッション、やっていこうと思います。マサコ殿、ご家族の仇について何か？形状の中にサダオの名を見つけた。サダオ、そやつはクタの村尾サダ。知り合い。クタはアダチの領地。あと、この帽子、なぜ刃を向けた？道に落ちてて拾いました。知らずの裏切り者だからだ。夫がやつを村尾さんに選んでやったというのに、あろうことか恩をアダで返すとはな。あの忌まわしき夜、やつはクタから逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。この帽子のせいで顔が全然見えない。サダオは悪知恵の働く男だが、弟の八郎は能なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたな。おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。八郎をひっ捕らえてくれるわ。よっしゃ、行きましょう。雅子さん、宿での件があったゆえ寺においでとは思いもよらず、サダオの弟を見張るついでに一族を弔ってやりたかった。すでに葬儀は済ませたのですか？犯人を殺すまで辛抱する。父上が死んだ夜に別れを告げたのですが、痛みは言えました。埋葬はしたぞ。それで十分だ。今はな。食事は毎日取っておられるのですか？ああ、昨日は米と魚を少し。若い武士でも腹を満たし腕を休ませねばなりませぬ、うん、お主、この私を年寄り扱いするか？めっそうもない。何歳なのかな。では動く。心配は無用だ。結構おばあちゃんだよね。そろそろ八郎に追いつく頃だ。どの道を行ったのでしょう？八郎、どちらも人が通っておる。調べてみましょう。近くにおるはず。よし。どっちに行けばいいのかな。まあわかんないから、とりあえず降りるしかないかな。どうすればいいんだ。いないよね。なんか手がかり。誰かいる。あれが八郎、サダオの弟だ。何？何どうすればいい。ああ、バレずにやるのか。バレずにやるじゃない。追跡するのかな、弟だから。八郎のとこまで。何も忘れてないな。よし。けっ。動いた。いけ。では後をつけると、近づきすぎて見つかるのよ。OK。おとなしくしていろよ。お前も餌が欲しいだろう。下がっておる。何？今日は散歩日和だな。お、なんか誰かいるな、あそこ。もし猛虎に出くわしでもしたら。あれ猛虎じゃないね。先客だ。あまり顔を出すでないぞ。何？せ。おい、荷車に何を乗せてきた？食べ物、飲み水、もろもろです。見せろ。ああ、こちらです。酒を落として話した。まだです。ですが、お客人に贈り物が。話しておるな。渡しておこう。文を渡したのか。では、またいつもの慈愛に。何？荷車はいい。馬を追うぞ。あいつを追うのか。あいつが怪しいのか。八郎、マヌケな男よ。なんだ。村尾さんの弟だぞ。マヌケに代わる。
でも奴の酒はうまいんだ。諦めろ。今日は文しか持ってないぞ。はあ、それはお前の命よりも大事だ。届け損ねれば村長に殺されてしまうぞ。サダオは家族思いだな。へえ、ろくな一族ではないぞ。いとこは族だしな。クタの村が不作になった時、騒乱が起きたことを覚えてるか。ああ、抗う村人を殺した族は。してもこいつら声でかいな。知ってる、サダオだろ。卑怯な。ああ、やはりな。ああ、お前も喋りすぎると族に襲われるぞ。あいつらが何かいるぞ。あぶねえ、やべやべ、ちょっと花を取りたいんです。ここか。いっぱいおるな。氷の家、族が固めておる。サダオの親族だ。本人は中におろう。まだわかりませぬ。何、すぐにわかるさ。もう行っちゃうの。ちょっと待って。一騎打ちと行こうじゃないですか。三連撃を。 OK、 一人目、二人目、そして三人目。決まった。さあおいで。OK、 危ねえ。 OK、 よーし。やるではないか。あとこの回転斬り、もうさっこの前解除しまおお弓兵。 OK、 弓強い。やや、相変わらず。ここか。ムクロに尋ねることはできませぬぞ。中に人がおる。そやつに聞くさ。私が話します。本当にこんなか。お邪魔します。女の人だよね。サダオからの船、八郎が渡したもの。ひな、傷つけはせぬ。我が名は坂。お主は。ヒナ、サダオの妻だ。夫は濡れ衣です。犯人は猛虎に決まっております。サダオ、わかりません。嘘をつくな。お控えよ。まずここを立たねば。館に連れて行くしかないな。私を殺すつもりでしょう。何も案ずることはない。この傘かぶってるせいで顔が全然見えないな。ちょっと変えよう。終わりか。サダオはどこだ。サダオの分ね。俺が足立家を襲った一人だという話が漏れた。お前の仕業じゃないことは分かった。ている。話せば俺の命もお前の命も危うくなることは承知だろうから、俺が迎えに行くまで誰とも口を聞かずに誰にも見つかるな。ただし俺のいとこは信用してよい。義理が厚く剣の腕もある。だがこの家紋を身につけてる者に見つかったら自ら命を絶て。サダオ、どういうことだ。まあ次もうやっていこうじゃ。ジン、来たか。OK。マサコ殿、裏切り者の所在は聞き出せましたか。聞こうとしても、あの女メソメソと泣きよってな。仕方ありません。責めたくもなるわ。
それとも和コードの魅力で落としてみるか。女は中だ。お待ちを。さあ、俺に任せてくれじゃ。おっと。はい。お邪魔します。泣くなよ。そう泣くな。雅子様に殺されてしまいます。目を見ればわかるのです。お主の無事は受け合おう。手を貸してくれるなら。知ってることはすべて話しました。八郎が文の運び手ならば、どこかで貞夫と会うだろう。うかうかしておったら雅子殿に先を越されるぞ。どうかお助けください。そのためには俺が二人を見つけねば。まずは隠れ家だ。心当たりは？考えてみます。頼むよ。忘れてはならぬぞ、貞夫は人を殺したのだ。すぐに戻る。まあ、さっこちゃん、隠れ家を思い出させておるところです。何を見返りに？歩きましょう。声が届かぬ場所までな。貞夫を助けるとヒナに話しました。できぬ約束をしようって。ヒナの信用を得たかったのです。嘘をついたのだな。すぐ殺しちゃうからね、雅子は。嘘ではない。失敗したらどう弁明するのだ。貞夫の罪は深く、雅子殿の裁きに物申す気はないと。館のあらゆる雅子さんは絶対容赦しないからね。家族が死んだ夜を思い出させる。あなたの親里にはどなたかいらっしゃるはず。尋ねてみては。兄は数年前に死んでしまった。そして姉も殺されておった。金色の帯で見分けるのがやっとだったがな。思い出させてしまいましたね。忘れることなどできぬ。あの音楽が懐かしい。なんと。よくここで孫と一緒に曲を奏でたのだ。新しい季節を迎えるたびに。もう二度と聞くことができぬとはな。みんな殺されちゃったからね。笛を吹けるんですよね。礼を言う。やめて、来ないで。なんだ。ヒナ。館へ急げ。まずい、ヒナが狙われる。口封じに来たか。バレないように。まずいぞ。どこだ。生きてるか。あ、遅かったか。おのれ。やられた。ヒナ。死角を捉えるぞ。急げ。あたりを調べよう。どこだ。足跡があるはず。その前に花を取らせて。足跡。こっちだ。おー、びっくりした。まさかびっくり。どこに行った。おとりに使ったのか、まさこ。足跡は一人分。死角は一人で乗り込んだ。一人で来たのか。ヒナが死んだ今、生け捕りにせねば。どこだ。うわー、いたいたいた。行ってこい。八郎。さあ、た。血が止まらない。八郎とりあえず。一人。二人。三人。殺
させるものか。とりあえず助けないと。オーケー。助けて。おお、まだいた。オーケー。でかいやつがいるな。オッケー。八郎、サダオの弟だな。弟か。なぜヒナを殺した？逃がそうとしたんだ。だけど兄さんのために固くなに動こうとせず。でな、自分で死んだ。叫ばれて。だから。なんで殺すんだよ。悪いが、兄さんを裏切るつもりはない。死んだ。手がかりがなくなった。死んではならぬ。あやつの居所を吐け。雅子殿、ヒナは無駄死にでした。犯人は我が一族を皆殺しにした者だ。諦めてなるものか。どうする。八郎は文を届けていた。もしかすると何か持ってるんじゃない。何か手がかりを。お、血のついた地図。ひさたの、おさである、サダオの弟、八郎が持っていた地図。八郎が食料を運んでいた場所が記されてある。お、これでわかるんじゃない？場所が。補給路の地図です。野営に食料を運んでおったのか。サダオがいずれかに隠れておるやもな。一番近い野営のまとめ役に話を聞け。この地図の意味がわかるはずだ。あなたを。ヒナを埋めてやる。せめともの情けだ、うん。後ほど野営で会おうぞ。なんてこった。ヒナがおとりに使われて、サダオの弟に殺されちゃいましたね。じゃあ続けて次のストーリーにも行きましょう。そのまま。ここか。酒井様、お達者でいらしたか。純真、まさかお主とここで会うとはな。ご用件を伺いましょう。この地に詳しいか。野営のまとめ役ですので。この地図に心当たりは。食料を届ける者に渡しているもの、流民の野営の場所を記してあります。もしやこれは地。全てお主が束ねる野営か。有明では同胞が殺し合っていると聞きますが。無実の民が食い物にされ、足立家の女子供も殺された。裏切り者を裁かねば。有明のかがり火台が記してあります。ここに野営はありませんが、噂では賊に乗っ取られているとか。賊ならば良いのだがな。雅子様がいらっしゃった。お声をかけてあげてください。よし、雅子さん。何か分かったか。サダオはかがり火台におるやもしれません。あれは足立家が有明のため建てたもの。恥すら知らぬ裏切り者め。奴には手の者がおるゆえ、我らのことも知られましょう。いいさ、迫る恐怖に震えながら私の到着を待つがいい。行きましょう。よし、行こう。裏切り者。サダオはなぜ裏切りを。私が奴を咎めたからだ。米を盗み飢えた民に売っておった。クタで米が足りないゆえんでしょうか。証明はできぬ。村はひどい有様であった。奴は何かを隠しておるのだ。悪人は隠し事がうまいもの。万兵がおります。腰抜けは隠れておる。サダオ、勝負しろ。首を洗って待っておる。さあ行こう。
シャドウいるかな。おい、居合斬り。1、2、3。てかもう上行ってるじゃん。待て、ちょっと待って、早まるなよ。おい、雅子さん、どこ行った？殺したのですか？また殺したの？すぐ殺すな。雅子殿、やつは私の慕う者をすべて殺した。だがなぜだ？くだらぬ復讐のためだとでも言うのか。コモダの浜で死ねなかったことを私も悔やんでおります。勝ち目のない戦に自ら身を投じたのは、それがたやすかったから。ではなぜまだ生きておる？守るべき民がおるからです。そして撃つべき敵も。サダオが死んだ今、黒幕は私が生きていて探しておることを耳にするだろう。恐怖に震えていつか尻尾を出す。ご無理は禁物ですぞ。お主もな。今さら後には引けぬぞ。他の裏切り者も見つけましょう。その前に叔父上を助けねば。では金田の村で待っておるぞ。オッケー、クリア。雅子さんすぐ手を出すね。まあみんな殺されたからね、家族全員で。残ってるの一人だけだからね。とりあえずサダオは見つけて復讐を果たしたって感じですね。じゃあ今回はこれで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。